谷村新司です。捨てた鮮やかな春の日差しが揺れる小さな駅、別れより悲しみより憧れは強く寂しいことはない、藤木さん、今日単独ライブということで、はい、主催ライブということでね、はい、お誕生日のね、その最後の、はい、30代最後のライブなんで、はい、今日はですね、みんなからプレゼントがあります、はい、札をさせてお願いします。頑張ってるよ、藤木さんは。藤木さん、みんな仲間だから。バンドから始まって、劇団、そして芸人、そしていろんな形でね、今まで活躍して、その集大成を今日、この場で、もう発表してくれて。そりゃもうね、そりゃもう、長くもなるわ。いろんな人生歩んできたんだから。思いやりのある藤木さんでいてください。ありがとうございます。ごめんね、今日ナオトインテライブの面がないって電話があってすげえ怒ったんだよね。はい、タイチン。じゃあ次は誰が順番的に。誰？コンビで分かれるよ。ガッサンちゃん。ガッサン。なんか何もできない私にいろいろ教えてくれたらありがとう。はい、いやでもね、デビューしてね、もう早くこの人に言ってもらわないならみんな泣かなきゃいけないから無理だよね。まずさんデビューして2ヶ月間ぐらいの右も左も分かんないところを藤木さんがね、いろいろアドバイスで助けてくれたんだよね。その思いがやっぱりこうね、それは感動するよ、それは。ありがとう。お前何金もらってんの。僕先行かせてください。まあまあ、ついつい芸人なんでこの面白おかしくいじっちゃったり、こう藤木さんのことちゃかしたりするんですけれども、まあやっぱり藤木さんとほどデビューした頃からやっぱもう10年近くもうずっと知り合わせていただいて、お互い、悩んでる時も知ってるし、落ち込んだりする時も
本当ですか。あいつ不足さと見えるんですけど。本当に世界ですごく運んでやっぱ芸人向いてないんじゃないかなって思った時も何回もあったし。そうでしょ。それでもやっぱりお客さんとかと一緒に酒飲んでね、まああのお互い励まし合ってここまで来れたっていうのが藤木さんは本当これからも一生の付き合いで。すいません頑張っていきたいなって思うんでこれからもよろしくお願いします。いや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 、怪しくない、怪しくないよね。ありますけどね、また一生懸命ね頑張ってね、前進して生きるように頑張りますんで、ぜひ皆さん応援のよろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。